今日は恋愛対象者に対する接触回避という2015年の心理学の論文を紹介するわ。接触回避とはどういう意味なのだ？この論文では対象人物の身体に対する直接または間接的な接触を回避する心理的傾向と定義されているわ。そしてこの論文では主にその接触回避について男女間でどのような性差があるのか調査論考がされているわ。どんな調査をしたのだ？18歳から28歳の大学生ボランティア334人を対象として質問紙調査を行ったわ。質問紙では調査参加者に異性の恋愛対象者、同性の友人、異性の友人を各1名ずつ想起してもらい、恋愛対象者に対する熱愛度、各人物に対する4つの感情、各人物に対する接触回避の程度を測定したわ。熱愛度は TLS と呼ばれる尺度の日本語版を用いて測定しているわ。同性愛者や異性を愛したことがない人はどうなるのだ？今回の調査では異性への熱愛度の得点が2標準偏差以上低い回答者を分析の対象外にしているわ。4つの感情とは何なのだ？ポジティブ感情とネガティブ感情が2つずつで、尊敬、愛情、軽蔑、嫌悪感よ。7段階で評定させてポイント化しているわ。接触回避の程度はどのように調べたのだ？こちらの8種類の直接または間接的な身体接触場面を想定し、恋愛対象者、同性の友人、異性の友人と接触することを、それぞれどの程度したくないか、7段階で評定させてポイント化しているわ。調査の結果はどうだったのだ？熱愛度については優位な性差が認められなかったわ。男性も女性も恋愛対象者に対する愛の厚さに差はなかったのだ。同性の友人に対する感情の評定については4つ全てで性差が認められたわ。女性は尊敬、愛情が男性と比べて強く、軽蔑、嫌悪が弱いわ。女性は男性よりも同性の友人に親和的な傾向にあるのだ。異性の友人に対する感情の評定は4つ全てで優位な性差が認められなかったわ。恋愛対象者に対しては尊敬のみ女性の方が強く、それ以外の感情に性差は認められなかったわ。男女の間で差がない項目が多いのだ。次に主題である接触回避についてだけど、男性回答者は同性の友人と異性の友人に対して優位な差がなく、恋愛対象者に対してはそれらに比べて接触回避のポイントが低いという結果が出たわ。一方で女性回答者は異性の友人に対する値が著しく高く、恋愛対象者、同性の友人の順番で低くなるわ。男性は友人の性別で接触回避に差がないけど、女性は差が大きくて、異性の友人、つまり男友達との接触に抵抗を示しているように見えるのだ。そして男女ともに異性の友人と異性の恋愛対象者を比較すると、恋愛対象者への接触回避が弱くなっているわ。それは感覚的にもそうなるだろうなと思うのだ。そして恋愛対象者への熱愛度と接触回避の間には男女ともに優位な負の相関があり、恋愛対象者への感情と接触回避では愛情との間にのみ男女ともに負の相関が見られたわ。尊敬では接触回避は低下しないのだ。論文を引用するわね。恋愛対象者に対する女性の回避得点は男性のそれよりも大きく、さらに同性友人に対する回避得点よりも大きいという性差が認められた。 TLS 得点には優位な性差が見られないことから、女性の恋愛感情が男性よりも弱かったわけではない。また女性が恋愛対象者の異性を人格的に低く評価していたのでもない。なぜならば恋愛対象の異性に対して女性の尊敬度が男性よりも優位に高かったからである。これは女性の男性に対する接触回避が恋愛対象者に対してさえも残存していることを示唆している。好きだし尊敬しているとしても異性とは接触したくないという傾向が、
男女で比較した時、女性に強く見られるということのようなのだ。でも、なんでなのだ？なんで女性には男性との接触を避ける傾向が出るのだ？論文では文化的な理由と生物学的理由の2つの可能性に言及しているわ。文化的理由は、女性は慎み深くおしとやかであることが望ましいという。性役割があり、それが女性外性への接触に抵抗を持つ一因になっているのではないかという可能性よ。生物学的理由は、妊娠出産を考えた時、女性は配偶者の選択を失敗した際のコストが男性よりも大きいため、異性への性的防衛戦略を備えているという可能性よ。言われてみればありえそうなのだ。論文は公開されていて誰でも読めるので、詳細については原文に当たってみてください。それでは今日はおしまいです。さよなら、さよなら、さよならなのだ。